皆さんこんにちは、キスケです。ということで、ついに実装されましたフルパワーフリーザと、怒っちゃったスーパーサイヤ人孫悟空ですね。はい、まあステップアップガシャで実装ということで、この悟空の確率が 0.25% なんですよね。終わってんね、終わってる。フリーザが、1% ということで、僕は結構ステップアップガシャで爆死を繰り返してるんですけど、僕の中では前回の悟空ブラックのガシャと13号のガシャ立て続けに結構爆死したんですよね。なので今回はこう爆死爆死爆死はないだろうと、もちろん爆死爆死神引きだろうということを信じて、気合い入れて引いていこうと思います。はい、石は1万3000個あるんですけど、まあステップアップちょっと計算してないんで何回引けるかわからないんですが、まあ引けるとこまで引いていこうと思います。早速行きましょう。さあ、まあちなみに一括ダウンロードはしてるんで、ネタバレはございません。はい、やっていきますよ。頼むぞ。さあ青文字、まあ序盤はこんなもんでしょう。序盤はこんなもんでしょう。さあエクストリーム、どうかな、微妙かな、微妙だな。ちょっとまあ初っ端はこんなもんで許してやろうか。初っ端はこんなもんで許してやるよ。はい、パンちゃんね。さあ確実にメダルガシャになってしまいましたが、まあ、これは仕方ない。さあエクストリーム以上か、なるほど。エクストリーム以上ってことは、まあなんかね、レアなエクストリーム入ってくれるとだいぶありがたいんですよね。個人的にはウイスとか、ウイス持ってないんで、で前回登場したあのボージャックも持ってないんで、その辺引けると結構嬉しいかなっていう感じはするんですけど、さあどうだ、打ち負けていく、打ち負けていく。何をしているカカロット、出てこないか。どうしようか。どうしようかな。うわ、そんな2連続。あ、まあこのチルドはまあ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 嬉しいかなっていう感じではあるな。さあトランクス、ラディッツ、はい、パンちゃん、はい、人造人間17号、そしてベジータと、ベジータだ。いやー、メダルガシャになっていく。つれー。つらいなー。どうしようか。まあまあまあ、引いていきましょう。こっからチケットがついてくるのかな。で、このステップ3がチケット5枚だったと思います。で、今回はチケット5枚でスパーキング確定ガシャを1回引けるということで、まあ頑張って引いていきたいですね。さあ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 、赤文字、まあ悪くないっちゃ悪くないかもしれない。俺の勝ちだ。ダメか。勝ってほしいな。さあハゲ、2体目もハゲ、お、実質ハゲ、そしてハゲ。お、角の生えたハゲ、そしてハゲ。なんだこれ。あ、やべえ。あ、ようやく。髪すら失ってしまったのかもしれない、俺は。きちー。あ、そうか。どうしようかな。はい、チケット5枚ですね。はい、これは美味しい。いや、きつ。きついな。きついぞ。はい。いやー、演出がね、ちょっと寒いっすね、今回。序盤。全くエンジンがかかってない。序盤のエンジンが全くかかってないですね、これ。どうしようか。はい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 。終わってるな、クソ、どうする。くっそー。いやー、でもまあ後半に固まってくる。お、スパーキング、マジ、あー、ゴジータか。あなた出るんですね。あ、ゴジータ出るんや。あ、しかも4突になっていく。
なんかすごい複雑。すげえ複雑。嬉しいような。でも今じゃないんだよな別に。今じゃなくていいんすよ。さあ、ポットは2つ。スーパーサイジンにはならず。どうする？はいはいはい、厳しいかな。うわー、大文字、ものすごい寒いっすよ。はい、厳しいか。さあグルド、いやダメくせー。なんか第1体目がグルドってもうダメでしょう。いやダメか。エクストリーム、ラディッツ、いやキャベ、いやークソ、厳しい厳しい。こうも厳しいのがこのステップアップというガシャは。闇が吹け、すげえ辛いぞ。めちゃめちゃ辛い。さあポット1個。いやー厳しかー、厳しかー。どうしようかな。さあ、いやスパーキングの確率がね全くと言っていいほど出ない。ここで負けていく。あーベジータも来ない、全く来ねえな全く来んな。どうしたもんかねこれ。ちょ、マジやばい、やばいぞマジでやべえよこれ、マジやばい。さあベジータ、いやーきついなー。あれ固まっちゃった。ちょっと待ってね。はい、ということで戻ってきました。無料引いていきましょう。いやーきついなこれ。ステップアップマジで引ける気しない、マジで引ける気しねえ。きつくねえか、すげえきつい。いやーガシャの頻度はしかも結構早いから、マジ今月の出費えぐいことになってるけど今月の出費がえぐいことになってる、マジで。ドラゴンボールレジェンズだけでどえれ金額払ってる、やべえぞマジで。給料の半分ぐらい持ってかれてるかもしれないきちい、すげえきちい。うわースパーキングマジででん、マジででん。何これ。あ、ステップ4から再スタート、なるほど。4、5、6、7、8。なるほどね。チケット欲しいっすよね、チケット。やばいぞ、これ、マジで。全然ダメ。やべえ、すげえ孫悟空弱い。悟空悟空、そクリリンの仇取れんぞ、これ。大丈夫？めっちゃきちい、めちゃめちゃでん、めちゃめちゃでえへんやんこれ。どうしたどうした、やべえマジで。なんか爆死、爆死神みたいになってる、爆死神みたいなちょっとまずいって、マジでまずい、ほんまにまずいわこれ。冗談じゃ済まされないぞ。スーパーサイズにならない。まあ赤背景でポットそこそこ、あとは文字の色、文字の色、文字の色、赤赤赤赤赤、あー赤文字。これスパーキング出てもおかしくないですよ。あ、総裁ね。まあスパーキング出てもおかしくないような演出ではある。リキューブ、クリンクリン。いやーきつくねえか、きつくないか。嘘やろ。あー、オッケーオッケーオッケー、スパーキング、うわー違うちげー、お呼びじゃない、海洋圏お呼びじゃない。うわー終わってんなー。ごとつか、海洋圏国ごとつあんま嬉しくねーなあんま嬉しくねー。ちょまずいまずい、マジでまずい。あと石4000個か。赤背景ポットそこそこ、スーパーサイジンなる、スーパーサイジンだ言ってんね。え、新キャラ1体も出んとかあんのかこれ。
よし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 、確定確定、スパーキング確定。そうそうそう、まあ後半に持ってきてくれるなら構わない、この確率をね。うん、ここで孫悟空だ、出てまえ出てまえ出てまえ、マジで。う孫悟空違う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 、スーパーサイヤ人になってほしいねんけど。いやきつ、めちゃめちゃきつい、きついよー、マジできつい。無料ね、無料ね。で4からスタート、456ってことはあと1周はできるってことか。いやきつい、きつい、きついぞおほんまにきついねんけど、マジで。お今のところ追い課金確定なんやけど、追い課金確定演出みたいな感じでやばいんやけど、マジで。エクストリーム、あーこのサーボン、おお爆発、よし来い、マジ来い、持たねえよもう体が俺の体が持たねえ、体が持たん、どうすりゃいいこれ、財布が持たんやべえ、4倍課金だ、やばいってこれ、マジでマジやべえし、すげえなんかギャル王みたいな口調になってしまうぞこれ、マジやべえし、超やばいんですけどってなるんやけど、これどうするこれ。いやー寒いな、まあでも後半にちょっとスパーキングの確率はまあまあまあじわじわと偏ってはきてるんやけど、序盤ひどすぎるよな。無料の10連ではステップならではスパーキング出ない人出ないっていうあれがあるよな、絶対確率どうかしてるぜこれマジでマジで引ける気せん、きつきつい、もうこのメダルガシャになってる、メダルガシャになってる、やば、今チケット何万あんのやろ。スパーキング確定3連ぐらいはできるよな。いやマジきつい、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 マジきついぞこれ。お赤文字いいよ、はい、うわ負けんのかそこ、よしよしナイス、何をしてるカカロット、ほんまにほんまに何してんの、はよ出てこいよ、よーし、とりあえずスパーキングの偏り感覚はいい、もう海洋圏いらんぞマジで、マジでもう海洋圏いらんぞほんまに、こう不利じゃないからな、ほんまにいらんマジでいらない、悟空やったら新しい悟空 0.2.5 レレレレ、うわーフリーザ違い、お前の方がまあ原作では強いやろうけど違うんだよな違うんだよな、ゴールデンフリーザもう5凸やしな、多分6凸にはならんやろ、そうだよな、やばい、まあ、マジでやばい、マジやばい、超やばいけど、スパーキングが偏ってるっていうことをちょっと信じて、全然ドラゴンボールもタオペイペイも飛んでこへんな。もう久しくね、僕バーダックとトランクスの演出見てないですが、ここで金文字ナイス、よしよし、トランクスとバーダックの演出マジで見てない、よしスパーキング海洋圏いらん、うっ降りろ、降りてくれ、ポットマジかー、きつポット以外全部ヒーローじゃねえこれ、あーエクストリーム、きつい、きついきついきつい、メダルガシャになってる、やばいやばいやばい、マジやばい、え、あ3、ようやく3なんや君、いやー無料、あとステップ4引いて終わりかこれ、よしタオペイペイ飛んでいく、ナイスナイスナイス、確定演出は嬉しいけどな、新キャラクターの、お、よし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 、これ新キャラクター確定なんで、多分多分多分そういうなんか噂があるんで、これ
フルパワーか多分孫悟空確定やと思う。いやもう孫悟空引いてほしい、マジで孫悟空を引いてほしい、ほんま頼む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 、マジで頼む。もうこの辺のヒーローはどうでもいい。頼む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 ぞ頼むぞ、マジで頼むぞ、ほんまに頼む、マジで頼む。よし来い頼む。そう甘くはいかないか。まあ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 、ようやく新キャラクター登場していく。やっぱ新キャラクター確定か、あれ。いやーこのタイミングで引けてないとちょっと厳しいんじゃないか。ちょっと待て、チケット今何枚？16枚。こっち引きますよし、いやー頼むぞ。いやー悟空欲しい、マジで悟空欲しい、ほんまにお願いします、お願いします、お願いします。もうここのこの辺の演出はもうどうでもいいんだよ。けどスパーキン確定やから、トランクスかバーダック登場してくれれば新キャラクター確定ってことやから、赤文字もうこの辺の演出はもう正直どうでもいい。うん疲れてんね、俺も疲れるわ、もうすごい疲れるすごい疲れる。頼むぞマジ頼む、来い。あーマジか、なんか来ない予感がしたな、今来ない予感がした。来る予感がしないとダメですよね、こういうのって。よし頼む、もうサクサク行こう。もう18分取ってんのか長いな長いな。うわーお前か、バーダックかトランクス頼む。確かにこのタイミングでさ、原作でさ、ベジータがスーパーサイジになっとったらボッコボコやろな、フリーザー。さあ頼むぞお願い。いやーやばくないやばくないこれ。4と2。まあまあまあ、嬉しいっちゃ嬉しいけど、嬉しいっちゃ嬉しいけど、これガチでやばい。ラスト。いやもう、サクッといこう。ここで粘ってもしょうがない。頼む。バーダック。あ、来ない。バーダック。バーダック。来ないか。あー、来ない。来ない。いや。頼む、マジで悟空来てくれ、悟空来てくれ頼む。お、ナッパ戦みてえだな、来ない。くそ、いや、きっつ。あー、きちい、超きついわということで、悟空は来ませんでした。はい、悟空の動画が出るかはちょっとわかりません。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。Breathe in the air, the light that surrounds me. If we hold ourselves together.